皆様、本当にすいませんでした。ちょっと僕前回の動画ではですね、ちょっと非常にマリオカートのことをもうなんかもう皆さんにその冗談と受け取ってもらえないようなレベルで、ディスってしまい、そして自分にも自分に 100% 非があるのにもかかわらず周りのせい、対戦相手のせい、ゲームのせいにしたり、正直 ご不快な思いをさせました。本当にすいません。やはり改めてこのゲームは神ゲーだっていうことを僕ちょっと噛み締めるために、ちょっと今回もうガチでちょっと本当に気を抜、もう本当にね、真剣レースにちょっと挑んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、今回ちょっと3位なんでね、いきなりね。そして2位になっていく。オッケー、悪くない、悪くない。よし、ここはもう無理にせずに、もう、しっかりとちょっとアイテムを取りつつ、おー、いい感じですね、やっぱりね。やっぱ、ああいう、甲羅を食らったりとか、そういうのがないと逆に、たるんじゃうっていうかね、そういうとこあるからね。逆に甲羅を食らうぐらいがいいっていうふうなんか最近思うようになりました、皆さんみたいな感じで。はい。やっぱこのゲームは、やっぱちょっとある程度その、割り切りが大事なんで、割り切れない人間は、やっぱ、なんつうんだろうな。ちょっといきます。今回もう、本当に。よし！あ、打っちゃったけど、まあ、今のが、もう俺がね、生まれ変わった自分の、ショートカット技術です。はい。やっぱり、マリオカートを愛し、マリオカート楽しみ、そしてマリオカートを尊敬する、そういう人間にこそ、勝利ってのは、恵んでくるんだ。勝利の女神。いや全然これ1取れるよ。僕取るんだよね、1絶対に。絶対取ります。ここアウトラインをしっかり。やばい。 OK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 。 俺がもう本当に反省して、本当にこのマリオカートっていうゲームをに対してもう一度真剣に向き合っていく。もうそれがもうできてるでしょ、これ完全にできてるっていうか、そのそういう気概が感じられると思うんですよね。お願いだから落ちないでって言ったじゃんお前。まあでも逆に今のでも全然ダッシュがあったおかげで全然ショートカットにはなりましたね。はい。ここちょっとあのもう僕イカうざい、イカちょっと、あ、ほら、ふぅ。でも因果応報だよなこのゲームな。ちゃんとなんか自分がやることやったら結果出るし、やることやってなかったら結果出ないしっていう、もう全て自分に回ってくる。やったことが。俺そういうゲームって正直神ゲーだと思うんだよね。やっぱり世の中ってそうじゃないゲームはいっぱいあるじゃん。自分がどんだけ頑張っても、やっぱ結果が出ないゲーム。逆に頑張らない奴が、なぜか最高の結果出すみたいな。頑張ってる人を差し置いて。俺正直そういうゲーム世の中に5万だと思うんだよね。そういった中でマリオカートっていうのはね、自分の行いを、もう本当に、全部反映してくれるゲームだと思ってんだよな。ほら今回もこうやって10位だし。はい、来ました。スカイガーデンですね。よろしくお願いします。まあ、100cc なんで、もうゆっくりとじっくりもうアイテムとかを、もう基本に忠実にちょっとね、戦っていこうかなと思います。まあ、やっぱりちょっとこれやっぱゲームに対するリスペクトが足んなかった今までの自分は。うん。そう。やっぱね、結果はもうすべての行い、自分の行いのすべて。それをね、しっかり分かってね、なんかちょっと待って、今インターホンになりました。すいません、ちょっと。よし。やべ。よし、オッケー。よし、バナナ取っていく。こういうバナナが実は大事。なんでバナナ背負ってんのにコラ当たってんねこの野郎。でもそういうのも全部結果なんだよね。そう、俺がやっぱり赤コーラを全力で避けに行かなかった、だから当たった、それだけの話なんだよな。だから全然もう理不尽とか思ってないから、正直このゲームに対してむしろなんか当たってくれてありがとうみたいなさ、そういう感じだよね。これちょっとダブルアイテム取りに行きます。ただなんか強いの来てくれ。よし、オッケー、これ取る、いける、マジいける。ちょっとこれ打ちますか。それか、もうちょっと、冷静になって、やべ。いや、これちょっと、壁に当たらないように。よし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 。
よし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 、タブライトも取った、よし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 、2222222222、いける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 、マジで、あ、いけるいける、これか、あ、1111、来た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 、これが皆さん結果です、これが俺が培ってきた結果、このレースで、このレースの中で培ってきた結果が今出た。あとはこういう細かいとこ、あ、細かいとこでミスんなきゃ、あー、ちょっと今ダブルダッシュ、あの、あれだな、ジャンプアクションしたかったけど、あいつ落ちろ、あー、あいつ落ちないか、うめえな、マイケルうめえな、マイケル、よし、マイケルと俺の一騎打ちやから、マイケルと俺の一騎打ち、え、アイテム取り逃した、嘘でしょ、もう取りこぼし 痛すぎるけど、だがここでジャンプ力で差をつけていく、よし、ダッシュと赤ゴーラ、やつを抜き去るだけの道具が揃ったと言っても過言ではない。絶対に俺取るからな。絶対に。うわぁ、お前お化けに、しかも後ろからお前赤ゴーラ来たから防御にさ、赤ゴーラ使わざるを得ないっていうこのジレンマよ。あー、もう嘘やろ、ちょっと、うわぁ、お前そんなもん置いてくな、こら、うわ、しかも抜かれる、お前せめて2位だけはさせてくれ、うわ、でもこのレース絶対1位取れたわ、絶対1位取れただろこのレース、どう考えても、はい、マッチングしました、来い、おし、この俺リボンガーデニングに関してはかなり あの定評があるというか、もうあのすごい得意分野ですね、このステージね、こういうシンプルなステージ俺ガチで得意なんだよね。あとは細かいショートカット、まあよく要所要所でしっかりあのキノコ、まあ、使えるかどうかっていうところにかかってると思います。絶対にちょっと今回トップもぎ取ってね、まあ、マリオカートの素晴らしさっていうのを皆さんに教えて、やっぱ俺の動画を見てね、もう 育っていく人間はもう俺がもうマリオカートの悪口ばっかり言うから、本当にマリオカートがクソゲーなんじゃなかって思っちゃうかと思うんですよ。もうそういうのは良くないと思うんで、やっぱりもう俺がね、このやっぱ次世代を担うね、子供たちに、やっぱこのマリオカートの素晴らしさっていうのを、やっぱ伝えていく必要があると。もうそういうちょっと義務感を背負って、ちょっと、レースしていきたいなと思っております。よし、いいぞ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 。ここむずいんだよな、このくねくね動くところ。お、てか俺何？俺2位じゃん。俺2位じゃん、よく見たら。お前ちょっと一品食らっとくか、これ。よし。よし、落ちた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 、よし、よし、よし。来た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 、ショートカットしていく、あたた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 、あ、いいよいいよいいよ、防御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 、なんでお前チョコマン、お前今な変なジャンプしたな、お前な、当たるんだけど、なんでちょっと当たったなんかしたんけど、ちょっとこれでこのアイテムに逆転とても難しいか、邪魔、あ、これあ防げねえんだあれ、よし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 、コインかいらねえな、絶対にああいうのに当たるなよ、当たるな、あー、ガーターしちゃって、ガーター紫ゾーン、うわ、メダルか、ちょっとここもとないけど、抜かれるんだよね、こうやって、しかもこうやって赤コーラ俺だけ当たんだよね、こうやってね、分かってんだよこういう義務だってのは、うん、いやー、マリオカートマジ神ゲー、いや神ゲーだわ、いやー神ゲーだわ、本当に、うん、びっくりするぐらいな、マジ神ゲー、マジ神ゲーすぎてもう草も生えねえわ、うん、で当たんだろこれどうせ、おい、
や本当神のようなゲームだよこれ。